皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は3月発売付録短縮バージョンです。合計92冊紹介していきたいと思います。3月1日ミディが発売されます。付録はペコちゃんふわふわクッションです。3月1日ミニ増刊号が発売されます。こちらはスノーマン佐久間大介スペシャルエディションとなっております。3月1日ニコラが発売されます。付録はレピピアルマリオ2ウェイクリアペンケースです。3月1日ブルボンスライス生チョコレートと焼くだけチョコシートが発売されます。そして同じく3月1日ブルボンから美味しさが長持ちする災害備蓄商品保存缶ビスケット乾パン&キャンディとクラッカーミルクビスケットが発売されます。さらに3月1日ブルボンロワンヌチョコクランチがリニューアル発売され、チョコレート感アップのパキーラも発売されます。3月1日ディズニーツイステッドワンダーランドコレクションブックロングウォレット書店版とセブン限定スペシャルパッケージバージョンが発売されます。3月1日猫のダヤンソープディスペンサーアワータイプブックが発売されます。3月2日エッセが発売されます。別冊付録として最高で最強のお弁当レシピブック2022 52ページがついてきます。同じく3月2日ムーミンバレーパーク持ち運べる折りたたみシリコンタンブラーが発売されます。3月2日コアラのマーチチョコレートポーチブックいちごポーチブックチョコレートビッグポーチブックが発売されます。3月3日萌えが発売されます。特別付録は原画サイズ16ページピーターラビット小さな画集閉じ込み付録としてピーターラビットバースデーシールがついてきます。3月3日リーボックアウトドアバックパックブック書店版とセブン限定スペシャルパッケージが発売されます。3月7日インデッドが発売されます。付録はディズニープリンセスデザイン2つのセットで使うと保冷温バッグになるマチビロトート&保冷温ポーチです。3月7日大人のおしゃれ手帳が発売されます。特別付録は羽化振動が心地よく頭皮をほぐす電動パドルブラシです。3月7日ステディが発売されます。特別付録はマーキュリーデュオ4つの便利な機能付き進化系パスケースです。そしてステディは増刊号も発売されます。付録はスノーマン渡辺翔太スペシャルエディションです。こちらは書店ネット書店限定販売となっておりますのでご注意ください。3月7日リーが発売されます。付録は LL ビーン2ウェイミニボストンです。3月7日ジェリー増刊ジーナ2022スプリングが発売されます。付録はアーバンリサーチジッパーポーチ付き春のお出かけコスメ8色セット2色パレット3個ネイルカラー2本ジッパーポーチ1個となっております。3月7日子供絵が発売されます。付録は別冊28ページ絵本レッサーパンダのパティリンゴ畑のアップルパイと別冊24ページ絵本何になれちゃう、そして閉じ込み付録として野良猫軍団ミニ卓上カレンダーがついてきます。3月9日モノマックスが発売されます。特別付録は明治キノコの山&タケノコの里両 A 面2層ポーチです。3月9日ビーパルが発売されます。付録は小川×ビーパルソロキャンアウトドアテーブルです。3月9日サライが発売されます。特別付録はサライ金星若冲一筆箋です。3月10日スウィートが発売されます。特別付録はスナイデルビューティー監修マイクロカレント美顔器です。3月10日美人百科が発売されます。別冊付録として大人百科スペシャルボリューム5がついてきます。3月10日バイラが発売されます。別冊付録として神について知りたいこと全部ブック52ページがついてきます。3月10日エレンディークマルチポシェットブックが発売されます。3月10日デュオスペシャルスキンケアブックが発売されます。3月14日クリスチャン・オリビエ・パリライトグレーが発売されます。3月14日築地銀だこファンブックスペシャルパスポート付きが発売されます。3月16日素敵なあの人が発売されます。付録はピーナッツラクラクプッシュボトル&スポンジ2個セットです。3月16日ダイムが発売されます。付録は16倍ジャイアントスコープです。3月17日ビストが発売されます。付録はドクターリセラ美白クリアセラムミニボトル 10ml1 個がついてきます。3月18日ディズニープリンセスウォレットブックが発売されます。
3月19日、リンネルが発売されます。特別付録は、スヌーピーおしゃれなデザインで気分が上がるビッグトートバッグです。そしてリンネルは特別号と特別増刊号も発売されます。付録はスヌーピー LED ランタンカーキバージョンとベージュバージョンとなっております。3月19日ミッフィー繰り返し書いて消せるマルチに使えるデジタルメモブックさくらんぼとお花柄が発売されます。3月19日雪見大福みたいなポーチブックとローソン限定スペシャルパッケージが発売されます。3月19日、K 葉山プリウスバックブックが発売されます。3月22日、アンドロージーが発売されます。特別付録は、チャコットコスメティクス電動美顔カッサです。3月22日、マキアが発売されます。付録は、オバジ C リファインローション新化粧水ミニボトル 18ml、オバジ C25 セラムネオ2本、張り込み付録として、アユーラセラムオプティマイザー2本、ドラースシルキーシャンプー&トリートメント各1本がついてきます。通常版は川口春奈さんがカバーとなっております。そしてマキアは渡辺翔太さんカバーの特別版も発売されます。付録は通常号と同じとなっております。3月22日美的が発売されます。付録はラロッシュポゼ新トーンアップ UV 下地&角質ケア美容液各 3ml、BCL サボリーノシャンプー&トリートメント、張り込み付録としてポーラ BA BA ローションイマース 1ml 2本となっております。そして美的は増刊号も発売されます。付録は津田コスメティクス美肌入浴剤、張り込み付録としてオルビス新ニキビケア化粧水 1.5ml×2本がついてきます。3月22日、ボーチェが発売されます。付録は、デュオ・ザ・クレンジングバームブラックリペアミニサイズ版スパチュラ付き約7日分。張り込み付録として、ドクター・シーラボ VC100 エッセンスローション EX VC100 ダブルリペアセラム各1本となっております。そして、ボーチェは特別版も発売されます。付録は、ウズ・アイ・オープニングライナー7色のうち、いずれか1色が付いてきます。3月22日、ムーミン驚きの軽い素材で大容量ビッグトートバッグブックが発売されます。3月23日、スプリングが発売されます。特別付録はミッフィー毎日のお弁当やレジャーにぴったりのサイズ感ランチトートバッグ&巾着型保冷ポーチです。3月23日、ゼクシーが発売されます。付録はリトルツインスターズお月様型お洗濯ネットです。3月23日、スヌーピーメチャビッグレジカゴサイズトートバッグブックが発売されます。3月23日、モズ軽いお皿ブック鳥皿バージョンと深皿バージョンが発売されます。3月23日、モンスターハンターマルチポーチブックが発売されます。日付が変わって3月24日、Uber Eats 配達用バッグ型ビッグポーチブックスペシャルパッケージが発売されます。3月24日、モズ吸水速乾ルームウェアセットブック L サイズブラックバージョンと L サイズグレーネイビーバージョン、L サイズボーダーネイビーバージョン、M サイズボーダーネイビーバージョンが発売されます。3月24日、カンゴールあらゆる冷感マスクブックベージュバージョンとカーキバージョン、ネイビーバージョンが発売されます。3月25日、モノマスターが発売されます。特別付録は、ジェットスタージャパン、就航テンスアニバーサリートランクケース型ポーチです。3月25日、スマートが発売されます。付録は、アトモススニーカーボックス型マルチ収納バッグです。3月25日、ネタスクラブが発売されます。別冊付録として、マンスリー花カレンダー、1ヶ月分の献立カレンダーブック4月、おさぼりおにぎりブックが付いてきます。3月25日、サンキューが発売されます。別冊付録として、ムーミン、家族のお金まとめノート英語サイズ68ページが付いてきます。また、次号からは雑誌が一回りコンパクトサイズに生まれ変わります。3月25日、カンゴールロゴバックパックブックが発売されます。3月25日、バビロンショルダーバックブックが発売されます。3月26日、アナスイコレクションブックインテリアボックスセットが発売されます。3月28日、大人ミューズが発売されます。付録は、アクアスキュータムミッキーマウスデザイン超特大保冷機能付きバッグです。3月28日、グローが発売されます。特別付録は、ムーミンリトルミー親子ティッシュケースです。
3月28日マートが発売されます。ブロックは LL ビーンウォールポケットポシェットです。そしてマートは増刊号も発売されます。ブロックは LL ビーンカトラリー&ケースセットです。3月28日いちご丸ごとブックフィーチャリングアフタヌーンティーリビングが発売されます。3月28日チロルチョコマルチポーチブックミルクバージョンスペシャルパッケージとコーヒーヌガーバージョンコーヒーヌガーバージョンスペシャルパッケージが発売されます。3月28日アジョリースリムランチボックス&クーラーバックブックが発売されます。日付が変わって3月29日日清焼きそば UFO コイコイ濃厚ポーチブックと日清焼きそばプチ UFO コイコイ濃厚ポーチブックが発売されます。3月29日ジェリーお札と小銭が分かれるショルダーウォレットバックブックが発売されます。3月31日ディズニーミッキーマウス3連ショルダーバックブックが発売されます。3月31日みんなのツバメノートカードケースブックが発売されます。いかがだったでしょうか。ここまで3月発売付録短縮バージョン合計92冊紹介してきました。より詳しい内容は詳細バージョンで紹介しておりますので、そちらもご覧ください。3月に入って暖かい日も増えてきました。今月は春に使いたい付録が多数登場してきますので見逃さないでくださいね。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げてきますので、そちらもぜひ参考にしてください。また今回紹介できなかった追加情報変更内容は週末のまとめ動画で補足していきますので、そちらもチェックしてくださいね。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。